山田が無事かどうか父親の様子を見れば。冷えてる、上がって。もうこんな時間だし親御さんに連絡して。豚野郎のこと笑えんぞ。ああ、アンナ連絡。あ、落ち着いて。どこ。市川です。市川。市川京太郎。あらねあらね、うまく来て後ろ振り返った拍子に携帯海に落としちゃって回収不能になっちゃって、すっごい市川が心配してると思って手紙書いたんだけど。ママ。あ、アンナさんが。私京太郎が好きです。